撮れたてアニメサンデーナイン、アニメサンデーナイン放送中、ニュース速報。3月22日に渋谷プレジャープレジャーで、4月2日より放送が開始されるテレビアニメ逃走中グレートミッションの制作発表会が開催されました。今回はその発表会の模様をお届けします。もちろんバラエティの方の逃走中は拝見してたんですけれども、はい、アニメ化どういう風にアニメ化するんだろうっていうのがまず最初に疑問に思って、まあでも元々のね、あの逃走中にもいろんなこう世界観ストーリーってもちろんあるんで、あ、なるほど、ここをアニメ化するんだっていう、まあ、実際アフレコも始まりまして、あ、こういう世界観でこんな風に展開するんだっていうのは非常にワクワクしながら毎週アフレコをやっております。逃走中の、まあ、オーディションを受けてほしいという風にオファーをいただきまして、でその時にはキャラクター あのセリフのみしかあのいただかなかったので、一体どういう風なアニメーションになるんだろう、どういう、こう作品になっていくんだろうというのが未知の世界で、すごくワクワクしながらオーディションを受けさせていただきました。私はですね、まず最初にスケジュール、自分のスケジュールを見て逃走中という文字を見つけたんですね、はい、で、あれ、これフジテレビで放送中のあの逃走中のテコ入れか何かがあってナレーションの候補に出されてるのかなっていうふうに思ったんですよ。思ってたところに、その現場に行ったらマネージャーとスタッフさんが、お客さん、ちょっとこういうキャラクターがあって今度やってもらうことになってるんですけど、決定を聞きまして、あ、そうなんですか、アニメになるんですか、あ、それはそれはお世話になりますという感じでした、はい、まずアニメ化になると聞いてありがとうございますというところから始まりまして、それを聞いてからはもうどうしても出たい、どんな役でも、例えばアニメになるんだったらハンター、テンション、あ、ちょっと押してください、まず大前提にその逃走中が大好きだってことを最初にお伝えした方が、あ、そうなんです、あの私逃走中が昔から大好きでございまして、ガチなんね、あのすいません、今日あのちょっと面倒くさい発言があるかもしれませんが、ややちょっとご了承いただければと思います、ね、なので何かこう何でもよかったので、もう本当に出たかったっていうのがあって、うん、もうこの場に立てることが本当にありがとうございます、うん、よろしくお願いします。おめでとう。そうやっていうのは、まあちょっとその弟がいるんですけど、ちょっと病気がちだったり、あとはその、これはあの未来 の、まあ、あの話なんですが、月に人類が移住してて、でそうやたちがいる生活している、まあ、そのコロニーの中ではいわゆる仮想エリアなんですね。非常に貧しい生活をしてて、で、まあ、そういった部分でソーヤっていうのはいろんなものを抱えてるんだけど、その困ってる人がいたら、救わずにはいられないとか、そういう一面も持ってると。基本的に今回の逃走中って、その逃げるだけではない、実はある種別の戦い、こう深刻な戦いも描かれてるんですけれども、そういったピンチの中でもルナちゃんに関してはこうあまりこう深刻になりすぎずに、こう楽しくゲームに参加している成分を、なくさないようにっていうところで、あのそうですね、常にこのゲームを楽しむという気持ちを忘れずに演じさせていただいております。設定としてはいつも常に冷静でクールでいるというところは言われたんですが、実際に演じると熱い部分もたくさんあって、その冷静な部分だけじゃない、その闘争本能みたいなね、戦う方の闘争本能も燃やしながら、参加してるのかなという気はしてます。自分のミッション発動によって個人的にですけども、わたわたしてる姿たまらないですね。本当に夢にまで見たゲームマスターだったので、はい、もう声優冥利に尽きると言いますか、はい、ちょっと感無量になりすぎて言葉が詰まって喋らんかい。話題は実際にハンターに遭遇したことのある並川さんの話へ。劇中のあのハンターの雰囲気っていうのはもうこれが、うん、本当にすごく近いというか、うんうん、まさにああいう感じ、アンドロイドで目が合った瞬間に、うん、こう向かってきた時にもう背中から火が出てんじゃないかっていうぐらいすごい勢いなんですよ。これをぜひ皆様に味わっていただきたく。え、何ですか？どういうことですか？ミッション発動、ハンター3体を追加。え、おお、なんだ、なんか、やばい、マジモンだよ、ハンターじゃないですか。バラエティ逃走中のハンターですね。3体追加されました。本物？どうした？え、実際のあの番組に出てるハンターさんですか？実際のハンターですね。出張は、どうした？うわぁ、来た。アニメ逃走中グレートミッションは4月2日に放送開始しますが、
翌週9日日曜夜7時より10時までの3時間逃走中グレートコラボスペシャルが放送されます。こちらには先ほどもおっしゃっていましたが浪川さんも逃走者としてご出演されると、はい、そうですね、ありがとうございます。コラボしてるって今ご説明いただきましたけども、はいはいはい、すごいコラボの仕方。どんないやもうだからもう言えないそれ聞くだろだってなんかどんなま、これをどう捉えてもらうか分かんないですけどなんかソーヤとかちょっとアニメとちょっとじゃあ設定がリンクするようなそうですコラボが実際にあるみたいな。なのでそこら辺をぜひチェックしていただければと思います。ただ寒い日でしたその後記者からの質疑応答登壇者によるフォトセッションなどが行われ発表会は大盛況のうちに終わりました。そしてなんと今回イベント終了直後のキャストの皆さんからこの動画のためにコメントをいただきました。はい、ファッションチェック。ズバリモーリス、モーリスシューメーカーの役をイメージした衣装をね、用意していただきましたよ。今日はキャラクター、コスプレと言われようが、なんと言われようが、ですって言えますからね。はい、です。まだテンションは下がってないですけど。まだちょっと語り足りないまでありますよね。そうですね、これが4月になったらもうより上がっていっちゃうと思いますんで、でもそれぐらい熱い作品に本当になってますんで、絶対皆さんも見てくれる皆さんもテンション爆上がりになると思いますんで、よろしくお願いします。いや迫力すごいね。迫力がすごかったですね、うん、やはり本当にAI かのような動きをされているので、いやあれに追われるっていうのはやはりこうドキドキします ねなんか想像よりやっぱこう迫力があったんで、うん、本当今後のアフレコに役立ちます、うん、かせますね、はい、4月2日逃走中グレートミッションご覧ください。キャストの皆さんありがとうございました。放送日を目前により一層作品への期待が高まるイベントとなりました。さらに4月2日まで今回のイベントに合わせて逃走中グレートミッションのビジュアルが施されたアドトラックが渋谷の街中を所狭しと走行中。渋谷に来たら君もこのトラックをチェックしてみよう。そしてさらにさらに特別ミッション発令、逃走中2大プレゼントキャンペーンが4月2日までの期間限定で実施されることに。1つ目のミッションは公式ツイッターで投稿されたキャンペーンツイートをフォロー&リツイートすることで20人の方に番組グッズが抽選で当たるオンライン参加ミッション。2つ目のミッションはキャンペーン特設サイトから謎を解き渋谷に突如出現したミッションボックスを探し出しそこにあるアイテムをゲットするリアル参加ミッション。この動画もヒントになるかも。まさに渋谷ジャック。放映前にテレビアニメ逃走中グレートミッションを楽しむことができるぞ。以上逃走中ニュース速報でした。チャンネル登録をして続報をお待ちください。